さあではこのジュニアクラス第、シリーズ、水溜りシリーズの第3戦クラス2レース目となります今大会、この決勝レーススターティンググリッドをご紹介してまいりましょう。まずは決勝ポールポジションを獲得いたしましたのはゼッケンナンバー1番ティームベルート坂原優太。昨年のシリーズチャンピオン坂原がついに今シーズン初ポール獲得となりました。そしてその横2番手からのスタートを迎えていきます。ゼッケンナンバー29番が開幕戦ポールトゥーウィンを飾りました。ゼッケン29番樋口レーシングチーム井上春人。3番手スタートにはゼッケンナンバー55番ティームベルート松本渡。そして4番手からがデビューレースを迎えています。ゼッケン14番ティーム平野渡辺翼。この4名で戦われていきますジュニアクラス小学生ドライバーによるレースとなりますが、さあここでグリーンフラッグが振られていきましたが、3番手スタート松本のエンジン火が入りません。さあグリッドを離れることができない松本。さあこれはセルを回してもエンジンに火が入ってきません。さあ慌てて松本のマシンはピットに戻されていきます。さあその松本を除く3台はグリッドを離れましてウォームアップへと入ってまいりました。さあ3番手スタート松本ですがエンジン火が入るでしょうか。スタートを迎えていくことができるか。さあ今エンジン火が入りましたが隊列がホームストレートを通過。さあこれはコースに戻ってスタートは許されますが3番手スタートはもう失っております。さあフロントロー坂原と井上そして渡辺の後ろしっかりと前、まあ、スペースは空けながら松本もさあ、最後尾についています。最終コーナーを立ち上がってくるこの4台のジュニアクラス。さあ12周の決勝レースブラックアウトでスタートが切られていきます。まずは1コーナーに向かってポールシッター坂原がホールショット。そして2番手は井上松本は3番手と。さあここでスタートでポジションを上げてきました。渡辺をかわしまして松本3番手。さあ4台スタートが切られていきます。さあ早くもタコツボの進入から折り返しでここでトップ坂原のインサイドを奪っていこうという井上春人。しかしここはクロスラインを使って坂原が再び春人の前に立っていきます。とうとう12コーナーで渡辺と当たってしまった。松本がコースでスピン。11コーナーから3番手争い渡辺と松本がやり合っていましたが12コーナー渡辺の左リアと松本のタイヤがコンと当たってしまったか。バランスを崩した松本はこれでマシンを止めてストップとなってしまいます。さあトップはこれで井上春人2番手の坂原間を空けて単独3番手で渡辺翼。さあしかし渡辺もこれは表彰台圏内ということになっています。再びトップ春人の背中に近づいてきました坂原。スリップから抜け出ていこうというバックストレート。
さあ11コーナーで飛び込んでいく坂原ですが、アウトから井上がかぶせていきます。あ、ここはちょっとまだバックストレート、スリップから抜け出ていくのが早かったか。さあ今度はホームストレートでも後ろについていく。1コーナーから2コーナー、さあ今度はしっかりとインに飛び込んでいった坂原がハルトの前に出てきました。4周目の2コーナー、ここで坂原が前に出る。しかし5コーナーを立ち上がってから7コーナー、タコツボの進入までに井上ハルトがぐぐっと並びかけていきます。今度は逆に2コーナーでハルトがインに飛び込んでいきますが、ここは坂原もカバーしていく。さあこれで5周終了、6周目と入っていきましたが、再びここでトップが入れ替わってくるか。さあ1コーナー先で井上が前に出てきました。さあここはもうこの両者の一騎打ちというような直接対決が続いていきます。さあ春人対坂原優太、この両者での一騎打ち。ここまでのファーストストラップを見ると現在後ろの坂原優太が2秒489でのファーストストラップをマークです。しかしそのファーストストラップは2周目にマークしたタイムということで、やはりまたここは序盤にポンとタイムを出して、そこからはタイム更新がほとんどされていないという状況。さあ横並びサイドバイサイドで5コーナーを立ち上がって、アウトから坂原が前に出てきた。タコツボの折り返しは井上が飛び込んでいく。しかしクロスを使って坂原が前、さあこの両者のバトル。ここまでは非常にクリーンなバトルが続いています。レースは残り5周、ほぼお互いペースの差はありません。同じようなペースで終始バトルを繰り広げている井上春人対坂原優太。これは意地と意地とのぶつかり合い、直接対決となっているこの優勝争い。さあここで後ろ坂原がセクター3ベストをマーク。さあこれでファーストストラップから各セクターベストも全て坂原優太が取っています。
とっとっと、しかしこの両者5コーナーちょっとホイールトゥホイール、ダイヤがヒットしたか、立て直していく。さあこれで坂原が前に出てきました。残り4周、再びラップリーダーに戻ってきました坂原。さあしかし後ろ春人も、さあ今度は2コーナーで前に出ていくか。まだまだ横並び状態、ブラインドの4コーナーから5コーナーのブレーキングでは坂原がイン。立ち上がり並びかけていく春人、サイドバイサイドが続いていく。タコツボの進入から折り返し、まるでお互いがダンスをするかのように横並び状態での走行が続いています。まあ、それでも相手のラインを塞いだりとかすることなく非常にクリーンなバトルが続いています。まあ、これは走っている、争っているこの2人ともに気持ちのいい楽しいバトルとなっているのではないでしょうか。さあレースは残り2周となります。全く離れることなくこの2台しっかりと食らいつきながらバトルをし続けている今日のこの第3戦、もう終始12周バトルを続けていこうというこのトップ争い。前回ウィナーの井上春人対ディフェンディングチャンピオン、その雪辱を晴らすべく、さあ今日乗り込んでまいりました坂原雄太。さあこれでちょっとタコツボの折り返しで間が空いたか。さあこの後ファイナルラップへと入っていきます。12周のこのバトルの決着、残りは1周ファイナルラップ、坂原雄太から入っていきます。さあ後ろ井上春人とのタイムギャップはコンマ1秒からコンマ3秒に少し広がった。しかしペースが上がってきたか、ハルトが追いついてきた、追いついてきた。2コーナーから3コーナー、再び坂原の後ろに張り付いた。さあ5コーナーのブレーキング飛び込んでいった。しかし坂原もアウトで粘っていく。サイドバイサイド状態からアウトから前に出ていく。さあ今度はタコツボです。入り口から折り返し、さあ坂原がちょっとラインを交錯する中、井上ハルトがインに飛び込んでいった。そしてちょっと乗り上げているか、フロントカウルが乗り上げたか。バックストレートはハルトが前、開幕2連勝に向かってハルトが前でバックストレート。さあ意地を見せるか坂原雄太、まだまだチャンスは諦めない。最終セクション、最終コーナー、坂原雄太が後ろに張り付いている。ホームストレート降りてきて軍配が上がったのは井上ハルト、2連勝達成。熾烈なバトルとなったディアジュニア、ファイナルラップのタコツボ折り返し、ここで井上春人がインに飛び込んでいってトップを奪い返していきました。さあこれで井上春人は開幕戦に続いて2連勝達成、坂原雄太は悔しい2位、そしてルーキー渡辺翼も12周しっかりと走り切りまして3番手でのチェッカーとなります。ディアジュニアクラス決勝レース終了です。